野村幹事は、日本の策定家。有限会社、野村庭園研究所代表。京都臨戦協会副会長。日本庭園学会理事。三重大学非常勤講師。名古屋造形芸術短期大学非常勤講師などを、務める。愛知県生まれ。東京農業短期大学を卒業。シュミット村木雅美。ヨーロッパ石庭づくりの旅私の庭にはベートーベンが。 いるによると、画家になりたかったが、農家の親に反対され、そのため農大の造園家に進学する。短大在学中から主芸森未礼の桂利休等の実測調査、図面作成に加わり、卒業後、三例に指示。その後も、策定の傍ら桂利休、金閣寺、両安寺等名園の実測は百数十二話を数える。その後、プレジデント2010.5。 31号によると、荒川俊二とは、野村のお父さんから荒川が、重森未玲に、弟子入りしていた息子を実家に戻るよう説得して、欲しいと頼まれて、依頼の知り合い。荒川が勤める S-BY、L の商品、太陽と中庭のある住まいの、季節と太陽の優しさを存分に取り入れた、見る、遊ぶ、使う等、人の互換に応える、中庭プランを監修している。代表作品は、 愛、地球博出展日本庭園、本町ガーデンシティセントレジズホテル、大阪ランドスケープ設計、旧、吉田シュゲルテー庭園、読売新聞ビル、ザ・リッツ・カールトン京都庭園、カフェショップ、カンラ・ラウンジツボなど。また、基礎路各店の庭園も作品である。また、美獣コードや、復元寺庭園、境内全体の環境づくりなど監修も多数。 シュミット村木真澄からの依頼以降、花、ベルツ、日本庭園、ヨーロッパピクニック記念庭園、交流の庭、ホテル大和館観山閣日本庭園、空伝豊富三つ子記念日本庭園、リヒアルト空伝豊富カレルギー記念石庭など、海外での日本庭園策定も多数展開。ありがとうございます。